始まりました。バーディーホワイトのね、煉獄ナイツボックス開封していきましょう。まあ右から結構買いましたね。だからこれでラストボスですね。ボックス買いはもうしないと思います。はい、ヘルレイピア、あ、この前究極出たやつです。はい、白龍千年ガチ。まあ今回ね、新しく、あれ欲しいっすね。まだ出てないんで、ドラム君がね、せめて当てたいなと思ったんですが、まあ無理ならしょうがないという感じっすかね。まあとりあえず需要はあるんで。おー、オーバースタンド。ちょっとね、寒いっすね。ちょっと待って、こっち置きます。はい、ゴールドレッド。リバイブか。ブラックアーマー、微妙だ。光がね、あれなんだ。こっちの方がいいかな。はい、ポンちゃん。全然当たらんな。ワン、ツー、ワン。オーバースタンド。ちょっとダメだな、これ。ちょっと光がすごいな。こんなに光ってると思わなかったんですよ。次から気をつけよう。はい、ナイトカウンター、ケイトス、ケイトスっぽいやつ。いや全然当たらん。なんだろうこのボックス、右は外れみたいだ。あー、ソロモンの大結界、いいカードなんですけどね。まあもうレア系はもうどうでもいいっす。どうせパック買いするんだから、正直ガチレア以上が基本ですね。あー、ブラックドラゴンか。スパンチラー、こいついいカードなんですけどね。まあ強いとは思うんですけど、ゼロ打撃っていうのはね、せめて1ぐらいは持っといてほしかったっていう。残念ではないけど、霊撃専用っていうのはちょっとやりづらいかな。3000だし、攻撃力。はい、ワンオラクルのキャンペーン。はい、ディミウスソードレオ。レオじゃねえ、レア。普通のやつです。そう。ドラム出てこいやー。出てこいやー、出てこいやー。お!おー、来たー、ハイペイ。これ嬉しいっす。超ガチ。まあもう今回当たりですね。ハイペイ2枚目嬉しいわー。いやもう楽しい。お、また超ガチ。よし、なんだなんだ。おー、13。超やばい、この箱。微妙、ハイペリオンに 13? どんだけ?これでドラム来たら俺神だよ。すげえよ、これ。この箱すげえよ。とりあえず欲しかったやつはもう来ましたね。ドラムでも出てくれないのが残念だ。まだ一回も出したことないです。超ガチらしいんで、出てくれてもいいんですけど、そろそろ。
セフィロト。ロト6。よいしょ。ドラゴキーパーいいね。金龍一回も出てない。はい、ソードブレイカードラゴン。これ結構強いっすね。ガチ。結構右豊作だったってことか。アームド。キャンペーン、グロベル。はい。今回13。はい、超当たりですね。ハイペリオン、最高。はい、でも、あとはこいつらでした。ご視聴ありがとうございました。